道化し、シカゴのテレビ局が傍受され流された映像です。死にすると疲労感やめまいが発生、子供が内出血を起こしたという事例もあります。録画は高額で取引され、悪影響を受けながらもファンは今もなお見続けています。